アメリカ合衆国サウスカロライナの代表としてアメリカ独立宣言に署名した者の,の一人である。リンチはウィン・ヨーのプリンス・ジョージ軍、現在ではサウスカロライナ州ジョージタウン軍で、名前も同じトマス・リンチの息子として生まれた。ジョージタウンのインディゴ協会学校で学び、イギリスに渡ってイートン・カレッジとケンブリッジ大学のゴンビルキーズ・カレッジで学んだ。 ロンドンでは法律を学び、1772年にアメリカに戻った。1775年に第一サウスカロライナ連隊の中退指揮官となり、また大陸会議代表にも選ばれた。アメリカ独立宣言に署名した後の1776年の暮れに病気になり、妻と共に西インド諸島に向けて航海に出た。その船が海上で姿を消し、 見つかることはなかった。その呪われた後悔に出る前に、リンチは遺書を作った。その遺書には、女性の相続人は、リンチ家の資産を相続するために生をリンチに、改めなければならないとしていた。家族の辞書、ホプスウィーは、今もサウスカロライナ州にある。リンチは、一人っ子だった。リンチのママ父は、サウスカロライナ州知事、ウィリアム・ムールトリーである。 おいもサウスカロライナ州知事ジェームズ・ハミルトン・ジュニアである。祖父のジョナス・リンチは、オレンジ校、ウィリアムのアイルランド戦争で敗北した後に、アイルランドを追放された、ゴールウェイのリンチ家の出身だった。ありがとうございます。